クラーレンのジョン・ワトソンですね。さあそして4列目にはウィリアムズ、ロズベルクとブラバウのパトレーゼと、その後、マクラーレン、そうですね、ラウダあたりが11番手、リジェのチーバーが12番ポールポジション、ピローニ。そうですね、前者がグリッドついてから時間が長いですね。さあレースのスタートとピローニが動けません。他の車が続々とかわしていく中、今後ろからマーチが当たりましたね。パレッティです。はい、パレッティ、オゼラのパレッティも当たってしまいました。いや、ポールポジションのピローニ、エンジンストールでしょうか、動くことができませんでした、はい、そうですね、完全にストールで手を挙げてましたよね。そしてパレッティが今これ、はい、ピローニがやってきましたけれども、そうですね、あとメディカル、ワトキン先生とかのメディカルスタッフが今、今処置に当たっています。全く動きません、はい、そして炎が出た、はい、燃料タンクから燃料が漏れてたんですね。それに何かの加減で引火してしまったんです。懸命の消火作業が続きますが、これは大きな炎になりました、はい、今、右の方からフェラーリのこれトマト・カルベッティだと思うんですけども、決心来ましたし、また、マーチのジョン・マクドナルドも今入ってきましたね、はい、車の中で動かない状況のパレッティ、はい、その周りを今炎が包んでいます。当然ここで黒旗が出て、はい、まあ、レースは中断と、はい、そして各車戻ってきました、はい、全部ピットレーンに誘導されましたね。そしてメディカルヘリコプターがこれ来まして、実際には、これ救出車体を切り開いて、救出したんだそうです、はい、でこれが、ピローニのフェラーリなんですが、右のリアサスペンションの根元のところにこれ、パレッティのオゼーラのノーズが突き刺さったまま残ってますね、まあ、ピローニ自身はですね、こうスタートが非常に遅かったですよね、並んでから、はいはい、それでクラッチをもう引きずり状態になっていて、それでストールになってしまったんですね、はい、これはスタートのリプレイですが、はい、グリーンになった時にもうストール、はい、それですぐ手を上げてストールしたよというのを合図を出したんですが、なんとか避けていきます。ところが、マーチのボゼールが、接触、そしてその直後に真後ろからパレッティが突っ込んでしまいました、はい、ちなみにこのデータなんですけれども、パレッティは当時3速のギアに入っていて、エンジンの回転系は1万500回転になっていました。でそれを計算すると、時速192キロで激突したということになっているんですね。この時23歳というパレッティ、はい、イタリアでフォーミュラスーパーフォードでレースを始めて、そして F2 F3 F2 とステップアップをしてきたんですが、F2 ではオニックスマーチというチームにいまして、81年ヨーロッパ F2 選手権第一戦でまず2位、それからフラクストンで行われたレースではファステストラフト3位も記録で、これでこの82年に開幕戦からオゼーラで F1 に出てきたんですよね。ただジャリエとコンビは組んだんですけれども予選落ち、それから、この前のデトロイトでは予選は通過したけれども、ジャリエがウォームアップでマシンを壊しちゃったので、それで、ジャリアに車を渡さざるを得なかったと、はい、ありましたね。あとサンマリノでも第4戦も8周走ってるんですけれども、グリッドを離れるのが遅かったためにフォーメーションラップやっている間に、彼自身がやってる間に全車スタートしちゃったんですね。ですからパレッティにとっては人生で初めての F1 の正式なスタート、それはこういう結果に、ね、はい、ちょっとなってしまいました。パレッティはこの後搬送先の病院で亡くなりました、はい、ほっそりした静かで内気な眼鏡かけた珍しいイタリア人のドライバーだったんですが、火が出たんですけども火傷は一切なく、
死因はそのコックピットがそのドライバー側にめり込んできて当たったということで、